源義弘は平安時代後期の武士、源義綱の嫡男。母は藤原規定の娘、左衛門の城、ケビー氏。義弘が白河院の法願台となっていた天人二年、川内源氏の棟梁であり、いとこでもある源義忠が暗殺されるという事件が発生し、父である義孝と弟義明。 義明の乳母夫で、滝口武者である藤原紀宝が、その暗殺犯とされ、朝廷から剣疑を受けた。紀公はこれに起こり、義弘をはじめとする五人の兄弟たちもこれに、抗議の意を込めて不死揃って、大見国公が山へ立てこもるという行動をとった。その際、義明は、病のため行動を共にせず、藤原紀宝廷にこもった。こうして、郊外山に入った一行ではあったが、 統領を継いだ、吉忠のお源みなが、白川院からの追悼命令を受けた上、義公の弟であり魔犯人である、源義光がた義の後押しをするに及んで、郊外山攻撃を開始すると義公方は、各所で敗退し、ついに義工は降伏しようと言い出した。しかし、それに納得できない兄弟らは抵抗し、義弘は義公に切腹するように言い寄った。 それでも義公は投稿しようとしたので、義弘は父に藩を示そうと兄弟の中で真っ先に自害することにし、高い木に登って、そこから谷底に飛び降りて、投身自殺した。その後、他の兄弟も次々と自害していき、残された義公はためよしに投稿して、佐渡国に流された。ありがとうございます。